皆さんこんにちは、ビーシュクです。今回はネイティブインストルメンツから新たに配信が開始された無料音源、ジェイコブコリアオーディエンスクワイヤーのインストール方法とレビューをご紹介していきたいと思います。今回の音源はジェイコブコリアとのコラボ音源となっています。では早速ご紹介していきたいと思います。ジェイコブ・コリアとは、イギリス・ロンドンで活動している歌手、作編曲、プロデューサーとマルチプレイヤーなアーティストです。グラミー賞を受賞したこともあるジェイコブ・コリアは、演奏はさることながら、声を奏でることに秀でたアーティストだと個人的に思っています。特に映画ティファニーで朝食をの曲、ムーン・リバーをアカペラアレンジした作品は、100以上の声から多重録音されており、とても重厚感のあるコーラスとアレンジを楽しめるようになっています。この声を奏でることは彼のライブ中にも遺憾なく発揮されており、ライブに来たお客さんとの巧みなセッションにて重厚なコーラスを作り出し、演奏する楽曲をお客さんとの声で唯一無二の空間を作り出したりしています。彼のライブを覗いてみたいという方は、ジェイコブ・コリア本人がアップしているクイーンの名曲 Somebody to Love をライブにてカバー&アレンジしている動画がありますので、おすすめです。その他最近は TikTok などで DAW を使用して演奏しながら文字を書くという動画を投稿していたりもしますので、もしかしたらこちらの方が知っているという方もいるかもしれません。今回ご紹介していくジェイコブ・コリアオーディエンスクワイヤーとは、彼のジェシーワールドツアーにて様々な都市で録音されたお客さんの声のクワイヤー音源です。4つの発音から収録されたクワイヤーは、鍵盤を押すとどこで収録されたクワイヤーなのかが光やエフェクトとともに都市の名前が点灯されて面白いです。都市もアムステルダム、バルセロナやベルリン、フランクフルト、マドリッド、パリス、ストックホルム、シドニーなど本当に様々です。機能的には一つの指でコードを演奏できるコードジェネレーターや、直感的にクワイヤーの発音を決めれる XY パッド、音を微調整できるパラメーターなどが用意されており、悩まずに使いやすい音源となっています。このほかクワイヤー以外にもいくつかのパーカッション的な音も用意されています。使用するためには無料のコンタクトプレイヤー 7.8 以降か、有料のコンタクト 7.8 以降が必要となります。容量は 190MB とコンタクト音源の中ではかなり軽い音源となっています。今までのクワイヤーとは明らかに質感が違う音源なので、持っておくと意外な時に活躍しそうです。今回ご紹介していくジェイコブ・コリアオーディエンスクワイヤーを使用するためには、コンタクト7プレイヤーというソフトも必要となるので、2つのソフトのインストール方法をご案内していきます。まずお使いのブラウザでネイティブインストルメンツと検索します。名前が長くてしかも英語なのですが、頑張ってください。次にサイトにアクセスし、トップページ上の製品をクリックします。すると画面中央部分に無償製品という項目がありますのでクリックします。表示されたページの中からコンプリートスタートという製品を探しクリックします。コンプリートスタートとは、複数の音源やエフェクトがセットになっている製品なのですが、この中に今回欲しいコンタクト7プレイヤーが収録されていますので、インストールをしていきます。表示されたページの中に無償ダウンロードの文字がありますのでクリックをします。するとアカウントの作成を求められるページが表示されますので、ネイティブインストルメントのアカウントをお持ちではない方は、アカウントを作成するから作成していきます。持っている方は下の無償ソフトウェアを入手するをクリックします。アカウントを作成するをクリックした場合、画面のようなページが表示されます。ファーストネームは名前、ラストネームは名字、そして E メールアドレスとパスワードをクリックして、チェックボックスにチェックを入れて、最後にクリエイトを押すと会員登録完了です。その後、記入した E メールアドレスにネイティブインストルメンツからメールが届きますのでご確認ください。無償ソフトを入手するをクリックした場合にはログインが求められますので、 E メールアドレスとパスワードを記入してログインします。
するとゲットコンプリートスタートというボタンが表示されますのでクリックします。すると追加されましたという表示がされます。そしたら上の製品を押して、また無償製品からジェイコブコリアオーディエンスクワイヤーをクリックします。そしてページ内にある無償ダウンロードをクリックします。すると先ほどと同じようなページが表示されますので、今度は下のジェイコブコリアオーディエンスクワイヤーをクリックします。するとゲットジェイコブコリアオーディエンスクワイヤーと表示されますのでクリックします。すると各ソフトをダウンロードするためのソフト、ネイティブアクセスのダウンロードが案内されます。ややこしいですね。でもセキュリティの関係上仕方のない手順かと思います。それぞれ Windows、Mac は Intel M1 とダウンロードします。 Mac の方でどちらをダウンロードすればいいかわからないという方は、左上のリンゴマークをクリックし、この Mac についてを押して表示されるチップの部分を確認します。ここが Core i ホニャララと表記されている場合には Intel を、 Apple M ホニャララと表記されている場合には M1 の方をクリックします。自分の環境が Mac なので Mac 版で説明を進めさせていただきます。ダウンロードできたファイルをダブルクリックし、ネイティブアクセスをアプリケーションにドラッグ&ドロップします。そしたらファインダーかラウンチパッドからネイティブアクセスを起動し、表示された製品の中からコンタクト7とジェイコブコリアオーディエンスクワイヤーをインストールしていきます。この他何か気になる製品がありましたら後々インストールしてみると面白いかと思います。パソコンの空き容量にもよりますが、アナログドリームスやハイブリッドキーズなどはおすすめです。無事にインストールができたらネイティブアクセスは閉じて DAW ソフトを起動します。そしてネイティブインストルメンツのコンタクト7プレイヤーを起動すると、起動した中にオーディエンスクワイヤーがありますので、クリックして右側に表示されるプリセットをダブルクリックすることで起動することができます。パラメーターのご紹介を簡単にしていきたいと思います。というのもネイティブインストルメンツ公式にて詳しい説明がある動画が公開されていたり、オンラインマニュアルが用意されていたりもしますので、詳しく知りたいという場合にはそちらをご参照ください。左上のコードジェネレーターはコードを1本の指でコードを鳴らすことができるようにする機能です。設定できるスケールはメジャー、マイナー、ハーモニックマイナーとなっており、シンプルです。次はモーフパッド部分です。ここは発音の仕方を変えることができます。直感的に丸を動かすことで調整することもできますし、左上から選んで下の再生ボタンを押すことでリアルタイムで発音を変化させることもできます。この他音の質感を整えるためには下のパフォーマンスコントロールという部分から調整することができます。ステレオ感や音の開始時間や減衰する時間も調整することができます。この他右上のネジマークからはアニメーションをオフにしたり、チューニング、ピッチベンドの範囲、モーフパッドをミディキーボードで制御するためのコントロールチェンジ CC が設定できたり、アフタータッチというキーボードを押してさらに押し込むと音が変化する効果を設定することができます。アフタータッチにつきましてはお使いのミディキーボードが対応している場合使える機能となります。しかしここのメニューは上級者向きなものも多いため、最初のうちはアニメーションのオンオフだけを設定するぐらいが良いかと思います。このジェイコブコリアオーディエンスクワイヤーは青い部分はクワイヤー、黄色の部分はパーカッション、オレンジの部分は実際にジェイコブコリアがライブ時に実践した響きを奏でることができます。使い方は実際のジェイコブコリアのように綺麗な響きを奏でるのでもいいし、響きを加工しても面白い質感になります。
パッドやオートモスフィアのように後ろで響かせるといった場合には広域まで綺麗に聞こえる音源なので、広域を少し控えめにしてあげるといい雰囲気を醸し出すことができます。この他パーカッションも他にはなかなかない質感なので、パーカッションだけでも使用できる場所が多そうです。公式サイトにもいろんなジャンルでジェイコブコリアオーディエンスクワイアが使用されたデモが用意されていますので、イメージしやすいかと思います。無料音源とはいえ、聞いた時のアニメーションや音、調整できるパラメーターなど手を抜いている部分は一つもありません。音の質感も面白いし、容量も軽いので好印象です。個人的にはパーカッションの音が好きです。この B6 チャンネルでは、これからは皆さんのためになるような DTM に関する動画を投稿していければと思っておりますので、いいねやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回、ありがとうございました。